金油神は三国時代の白木の将軍、城大東白木の朝鮮半島統一に最大級の貢献をした。532年に白木に併合された金冠都義の王家の血を引いており、金油神の妹が武ツ王に嫁いで文明夫人となり、その長子が後の第三十代の文武王となる。金油神自身も後に、 ブレツ王の三女を、サトシ・プジンとして目取っており、白木の王族ではなかったが王族との関係は、親密であった。三国式、金油信列伝によれば、金油信は、主郎を祖先とする十二世孫であり、金油信妃には、その祖先は、皇帝の子の小空金は真似しの光栄であり、そのため金主を名乗っていたとある。か王家の血を引く金のブルゲンと、 第二十四代国王新皇王の弟の金宿、吉州の娘である一万民夫人を母にして生まれる。幼い頃の記述はない。六百四十七年、曇りの反乱が起こる中で死んだ、全徳女王の死後、金春秋と共に、新徳女王を立てて、これを補佐し、女王が死ぬと、金春秋を武烈王として即位させた。白木は四十八年にコークリ徳の、 レーズミ同盟に対抗するために、塔に救援を求める。六百六十年、塔と共同で、くだらへ進軍し、鉱山抜の戦いで、くだらの将軍外白を激戦の末に破り、同年、くだらを滅ぼした。その戦中、何度か、祖帝法とトラブルを起こす。六百六十三年に、白月の絵の戦いではとくだの残党勢力を排除した後、六百六十八年に、 コークリに出兵し、コークリも滅ぼした。668年12月、文武王より王の大閣官の官位を送られる。それまでの白木の官位の最上階の大隅官を上回る官位として設置されたものである。673年7月1日に79歳で死去した時、文武王は嘆き悲しみ、切れ千引きと、ソニ千国を公伝として歌手した。後に、 光徳王の時代になって、胸部大王に封じられた。金油信将軍の像、三国式においては、金油信に電気三冠を割り当てているとともに、道伝の末尾では、弊社の金腐食が、ウルチ文徳の知略や長歩行の義勇を称えながらも、金油信の功名をず抜けたものと記しており、三国統一の功績を高く評価している。532年に、 白木に投稿した、金冠と義の最後の苦評を、金球外と言い,い、その抜種の金武力は、各官の位に上った。金武力のこの金のブルゲンが、金有信の父であり、金のブルゲンも、また各官の位にまで上った。追風については、三国式四十三金有信伝下による。ただし対応する記事は、白木本義高徳王記には見られない。 ありがとうございます。